乾杯。すごく体が軽くって、した。今、お昼の1時。今日はワンデーファスティングに取り組んだ様子を Vlog でお届けしたいと思います。今回私がなぜワンデーファスティングに取り組もうと思ったかというと、私の周りの方で結構ファスティング3日間やってますとかそういう方が多くって、で結構その体感だったりとかもいろいろシェアしていただいて、まあ、すごくマインドの面でも、まあ、もちろん外側のお肌だったりとか便通だったりとか、まあ、そういうことにもすごく効果があるんだなっていうのは感じていたんですけれども、まあ、正直その3日間っていうのが私にとって食べないのがやっぱりすごく敷居が高くって、なかなかちょっと挑戦しよう、私は無理ですっていうふうにいつもやろうとしてなかったんですけど、今回ワンデーファスティングというのがあるということで、それだったらなんか私ももしかしてできるかなって、ちょっと3日間やってみたいから、まあ、その予行練習として取り組んでみようかなと思って今回参加しました。で、そのワンデーファスティングに、使うものがまず酵素ドリンクと、あとはですねハーブのお茶が毎食ついてきます。普通のファスティングだと酵素ドリンクだけだと思うんですけど、今回私もハーブティー大好きなので、そのハーブティーが毎食違う味が出てくるということで、なんかそれも一つ楽しみになるかなと思ってやってみようと思いました。でそのハーブには漢方とかも入っていて、結構そのファスティング中に漢方の生薬だったりを服用することによって、すごく普段より効きやすくなるというふうに聞いているので、その辺の体感もどんな感じで出るかなっていうのも楽しみにしています。まずね、空腹に耐えれるかどうかっていうのが私の大きなハードルなので、そこを超えられるかどうかお楽しみに見てください。それではワンデーファスティングのセットを早速開けてみたいと思います。包みを開けるとこんな風に中にワンデーファスティングのセットが入っています。では中身を順番に見ていきます。ハーブティーのブレンドがこちらに 1,2,3,4,5 5食分入ってます。でこっちがファスティング中にずっと飲んでいく酵素ドリンクになります。で1日目のこちらがハーブティーです。朝のハーブティーデトックス効果のあるものです。1日目のお昼ご飯ランチのハーブティー免疫力アップのブレンドです。1日目の夜ご飯がこちらの黒豆とか、スパイスの入ったチャイテイストのハーブティーです。でこちらがファスティング後の2日目の朝に飲んでいただくハーブティーになります。でこれがちょっと特別な、おやつ感覚で飲んでいただくハイビスカスブレンドのハーブティーになります。でこちらの上の4つなんですけれども、これが乳酸菌で回復食にとっていきます。この塩は、ファスティング中頭痛がした時に塩をちょっと舐めておくと頭痛が緩和されます。この蒸し生姜はファスティング中ちょっと体が冷えるので、ハーブティーとか酵素ドリンク入れて飲んでいきます。でこれが、スクワレンですね。場合によってはファスティング中に取っていただいても大丈夫です。でこちらが回復食に取っていただくクコの実とか朝鮮人参とかナツメが入ったものと、これがバスソルトですね、お塩と、セージが入った浄化用のバスソルトです。こっちも、パロサントといって、ヨガや瞑想の時に私は使っているんですけど、すごいいい香りがします。こちら浄化用でセットに入っています。以上がこちらワンデーファスティングのセットになります。
ではまずワンデーモーニングデトックスのハーブティーを飲みたいと思います。このように鍋で、お湯で煮出していただくと一番生薬が抽出されるんですけれども、私こういったバンブーのティーボトルを持っているので、ここにハーブティーを入れて職場で熱湯を注いだりとか、そういった感じで持ち運んでいただいても大丈夫です。お仕事あるときはこういうのを使っていきます。今お昼の1時かな、ランチのハーブティーをいただいてます。免疫力アップのハーブティーです。美味しい。なんか朝から水分ばっかり取ってますね。とにかく水分でお腹を今満たしてます。で、なんかお腹が減った時どうしたらいいかっていうのを質問してみたんですね、ファスティングをこれまで何回もされてる方に。そしたら、ツボ押すといいよっていうの、耳のあたりにあるツボを押してちょっとお腹の空腹を紛らわしたりだとか、あとはなんかこのセットの中に入ってるスクワレンっていうものを塩のスープと一緒に食べると、なんかちょっと魚のスープみたいな味がするからおすすめだよっていうことも教えていただいたり、あとはこれから、ファスティングを終えたらどんな自分になりたいかっていうのをイメージするのもいいよって教えてもらいました。それをすると今のこの空腹の辛さが少し紛れるということで、そういうのもやっています。ではまた。この酵素ドリンクももう常に飲んでます。すごい美味しいです。ちょっと甘くて、薄める度合いによるんですけど、私は割と甘めの方が飲みやすいです。生薬とかフルーツがたくさん入ってて、結構砂糖とか添加されてる酵素ドリンク多いんですけど、これは一切そういうのが入ってないので、その辺も気にせずごく飲めます。もうこれが私の至福の時間という感じで今過ごしておりますが、まだお昼1時なので、ちょっとこの後今後どういう風に、お腹が空いたりとか自分の変化があるか楽しみにしたいと思います。乾杯。ファスティング中は激しい運動をするとミネラルが失われてしまうので、なるべくこういったヨガなどの運動の方がおすすめです。ヨガが終わりました。ちょっと今日はリラックスのゆったりのヨガをしました。結構今胃袋がキューってゴロゴロ音が鳴って、なんかすごい消化とか再生を体がなんかしてるような感覚です。ちょっとお腹が減ったので、スイーツのハーブティー、お楽しみハーブティーを飲みたいと思います。明日の回復食の準備をしていきたいと思います。麹とお粥を混ぜて甘酒を作っておきます。8時間温めて寝かせていきます。ではお楽しみのバスタイムです。こちらローズマリー、セージのバスソルト、とってもいい香りでお風呂時間が本当に癒されました。最後の夜のハーブティーです。ちょっと黒豆とかも入って温まる系のハーブティー。一日の感想で言うと、空腹感との私は戦いが一番
辛かったことで、良かったことは時間がたっぷりあったっていうことにことです。やっぱりあの食事の時間がないとものすごい時間があって一日がすごく長く感じました、ね、ご飯食べれないからなんかちょっと長く感じたのかも、辛くて長く感じたのかもしれないですけど、自分のデトックスの時間だったりとか、それがあの綺麗になるための時間だって思えると、まあ、そういう時間も楽しめるのかなと思います。私は今日は偏頭痛とかそういうのは一切出なかったんですけど、まあ、少しだけなんか頭痛いかなっていう感じもありましたが、なんかこう言われていたお塩を舐めたりとかして過ごしてたら、まあ、今日は何ともなかったです。これが3日間になるとねまた変わってくるかもしれないんですけど、ではこのお茶を飲み切ったらもうそろそろ休みます。おやすみなさい。ファスティング後の朝になります。朝のモーニングハーブティーと昨日仕込んでおいた甘酒で消化のいい腸内環境にもいい朝食をとっていきます。ではファスティング終了しました。無事ワンデー達成することができました。いやーでも本当に私はちょっと正直空腹との戦いでした。初めてっていうのもあって前日に、まあ、一応準備食として甘酒とか作って飲んだんですけど、まあ、なんか若干明日から食べれないと思うとお腹が減っちゃったらどうしようとかなんかそういうので、食べてしまったんですけど、本当は少なめにしておくことでこの空腹感っていうのがだいぶ紛れるそうなので、ファスティングを次回もし3日間やるとしたらもうちょっとその準備食から割と粗食に少なめにしてお腹の空腹感になれるっていうのをやっておこうかなというのが一つ反省点。私はね普段からそんなに添加物とかお肉とかそんなにたくさん食べていないのですごい変化っていうのは、まあ、正直ワンデーだと少なかったんですけど、まあ、一つ、まず朝起きた時の感覚が全然違いますし夜ぐっすり眠れました。すごく体が軽く感覚が少し研ぎ澄まされていくような感じがしました。多分ファスティングをすると五感がすごく研ぎ澄まされるんじゃないかなって私は思います。まあ、結構偏頭痛とかある人もいるらしいんですけどその辺は私は大丈夫でした。の代わりに、体感としては翌日すごく口の中がなんか粘ついてる感じがして、まあ、これは一種の浄化作用らしいんですけど、ファスティングをすると体の中の不要なものが、まあ、どんどん消化に使われない分血液に流れていってでどん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 排出していくっていうのをやってくれるので、まあ、それが私の場合は頭痛とかはなかったんですけど口の方に出たのかなっていうふうに感じました。それでは、次回は3日間を挑戦してみようかなと思っています。まだちょっと決意固まってないんですけど、3日間やったらどんな感じになるんだろうなってすごくやっぱり気になるのでもしやった時はまたこうやって Vlog で紹介したいと思います。それでは皆さん素敵な一日をお過ごしください。